愛車に自転車を乗せて伊丹空港まで行きました。高速道路を使わず裏道で行きました。およそ 4.5km 先右方向です。県道12号線笹山川西線を川西方面に車を走らせます。セブンイレブンでお昼のおにぎりを買いました。およそ 2.5km 先右方向です。しばらく道なりで伊丹まで進みます。上を走っています高速は新名神です。阪急電車野瀬口駅です。このトンネルの上が空港の滑走路です。およそ 300m 先走り西左方向です。A 滑走路横に着きました。私の愛車ダイハツハイゼットジャンボエクストラです。軽トラックですが価格は純正ナビを入れて160万円しました。ここがパイロットさんを間近で見えるお手振りポイントです。わずか数センチの間からスマホで撮ります。ここから自転車で千里川の土手へ向かいます。横は滑走路の防音壁です。1828m の A 滑走路です。 3000m の B 滑走路です。人気の撮影スポット、飛行機が頭上すれすれに通過するところです。今日は自転車で滑走路の撮影スポットを一周します。南北に広がるスカイパーク、エアーフロントオアシス下河原、迫力のある動画を撮りますので見ていただけましたら幸いです。